いつもの枕を持って行きます。寝袋金を入れる。さあ出発だ。もうお腹空いたな。めちゃくちゃ重たい。うわー、ないやん。マジでマジで陥没してるやん。うわ桜綺麗。めっちゃ桜と佐賀の平野の大絶景がこっから見えるんですよ。ここがさ、おすすめナンバーワンだった。なになにこれ。あ、寒い。あ、これ寝袋から出れませんよ。キンキンに冷えとる。何度これ、今何度、ここ今何度。屋外の気温は3度です。3度。なるほど。寒いなぁ。出れないなぁ。まだもうちょっと5時。今5時ぐらい。もうちょっと暖くなってから出ようかなって。光が出てから寒すぎる。もうちょっと寝ようか。ちょっと寒いな。寒い。ダメだ。トイレ限界だ。トイレ。うわ、寒すぎる。これこれ寒すぎる。ちょっと、あ、寒い。おはようございます、石原です。ちょっとね、寒い。ちょっとトイレも限界だし、ね、寒いし、これまず暖房入れていいかな。アイドリングさ、車のアイドリングの音が聞こえないから誰も入れてないんかな、アイドリング。これ寒すぎてちょっと無理なんですけど。寒い。トイレやばい。トイレやばい。わあ、でもこの寝袋のおかげで暖かかったけど、これ出ると寒い。やばい。ちょっと待って、やばい。うーん、ってなってるやろ。エンジンかけてる人いないのかな。エンジンかけてる人いない。いや寒いでしょ普通に。なんでエンジンかけてる人いないの。寒いっしょ。なんか気持ちいい、ほら桜で。寒いっしょ普通に。なんでエンジンかけてないのみんな。寒くない。てかもうしょんべんやばい。これなんで水ずっと出てんの。これめっちゃ水出てるよ。40リットル以上は組まないで迷惑行為です。なんかみんなの、うわー、ちょっと、おー、すげー景色最高。ちょっと待って、マジで景色最高や。もうちょっとここまで来たんだから散歩ついでに。うわっ、むっちゃすごい大絶景や。大絶景。ちょっとこれすげえな。うわっ、ドローン飛ばしていいんかなこれ。うわー気持ちいい。すげえ大絶景や。うわどこまでも広がっとるわ。
ございます。ここが佐賀平野でございます。ずっと平野が続いているっていうことですね。で外に出てみたらね、なんかちょっとこう寒いんだけど、風がないから、風がちょっと出てる部分は寒いんだけど、風がないからね、体に顔に当たったりする、風が冷たくないから大丈夫。ああこんな感じでちょっと帰りましょう。でもやっぱ寒いから、ああ気持ちのいい朝を迎えております。ああそう、やっぱ風が吹くと寒い。ここでちょっと朝食、ここの道の駅で朝食が取れると思うんで、朝何時から開くのかちょっと調べて、サザンカどうのこうので重いわ。うん、そう、車のエンジン誰もつけてないんだけど、まず寒いんですよ。ちょっと待ってよ、もうつけていい？ちょっとごめん。寒すぎて野さん、ちょっとだけ寒いのよマジで、ちょっと寒すぎる。寒いよね、かけてる人いた？エンジン寒いよ。ちょっとねエンジンかけてね、暖房入れてる間にね、ちょっとコーヒー買いに、あったかいコーヒー。寒いのよ。あったけえ、めっちゃあったけえ。うー、最高の朝ですね。やっぱりみんなエンジンかけてないから、ちょっとエンジンを切りました。ちょっともうね、寝袋に入って、ちょっとパン屋さんが開くまで、何時に開くんだ、パン屋さんが開いてパン食って、そしたら9時から開くみたいな。おおお、うっせやうっせや、9時から開くみたいなんで、それまでちょっとね、寒さをしのぎます。ちょっとね、今から1時間ぐらい仕事をしたいと思います。まずね、メールの返信とかからやります。よいしょ、おー、だいぶ日が上がってきました。今からちょっとパンを買いに行きます。朝のご飯を買いに行きたいと思います。あー、桜が綺麗。サザンカ変貌、はい、今からね、ちょっとこれレアチーズパンパイ買ってきたんで、これ食べながら桜を 見ながら食べます。ダー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 、ちょっと眩しい、ほらところ、こっちしかないけど、こっちいっぱいあります。こっちも桜見ながら食べましょう。めっちゃ光強いから見えてないか。わわわ、粉粉チーズパイ。
思ってた味と違った。もうちょっと甘いかなと思ったら、結構さっぱりめ。まあコーヒーと合うな。それでは出発します。三重津海軍署跡世界遺産行きます。途中でね、あの崖崩れのところ、皆さん昨日の夜、昨日の Vlog でお伝えした通り、うわー、ないやん、マジでマジで陥没してるやん、やばいので、そこもちょっとね、お見せいたします。いや昨日夜だったから分かんなかったんですけど、多分昼間なんで分かると思います。めちゃめちゃすごかったんですよ、マジで。崖崩れやった。はい、あそこのね、あそこ今からちょっと窓枠にね固定して皆さんに お見せしますからって。こんな感じで皆さんに見せます。マジ陥没してますから、これマジでやばいって。これいけんやん、普通に。いつぐらいな勢いや。なんかすんげえ道だなこれ。なにこれ、すげえ細い。で、交互通行じゃなくて、すごいな、細っ。てか川が、川だよねこれ。海、海か。ほんと平坦だよね、佐賀って。浮島入口。浮島かな。すごいよね、なんか、この佐賀の世界観が。なんか、壮大というか、もう視界を塞ぐものが一切ないという。素晴らしい。佐賀の道どないなっとんねん、これ。みたいな。いや、これは、ややこ。お、亀！お、危な！亀がいた、今。見えた？今。真ん中亀が渡ってた。見えたかな、みんな。今、車でね、30分で走ってますけども、もうすぐ着きますけど。割と平坦な道がずっと続くから、なんかこう、結構長い距離を走ってる感じはなんかこう、しますね。これやっぱちょっと日本一周、ちょっと移動で、移動が一番辛いって話をよく、やっぱ耳にしたり目にしたりね、調べたりするとあるので、移動がおもろくないと、一周の旅もおもんない、ね。ボイシーとか、ポッドキャスト聞きながら行ってますけれども、割と移動を楽しめないと辛そうだね。なんか。まだかな？あれかな？およそ400メートル先、左方向です。400メートル先、左方向。だね。三重津海軍署跡。お、これやない？え、ちょっと待って。よくわかんないんだけど、え、どこ？え？え？あ、うわ、なんかすごい高台やん。うわ、なになにこれ？右方向です。続いて、目的地は左側です。すげえとこに続いて。あ、
これが世界遺産ってこと？え？これが世界遺産？ちょっと待って、どれが世界遺産なの？これ？ここ？目的地は左側です。あ、ここなんだ。お疲れ様でした。ちょっと待って、ここなの？駐車場は？ちょっと駐車場がない。ちょっと待って、駐車場さっきのところに止めなきゃなんなかったってことか。つまりなんか怪しいな。一回戻るか。なんかこれちょっと待って、これ世界遺産感がないんですけど。ちょっともう、え、はい、ここ着きました。ここの歴史館に行って、世界遺産を見に行きたいと思います。